お元気ですか、牧師海です。今日はですね、いつもね直サインカードを紹介してるんですが、中にはですねノーマルカードの中にもいくつかの細工をしてあって、それが限定のバージョンもあるんですよ。それをね紹介したいと思います。まずはですねこちらファイターズ編でございます。カメラがね映ってしまいますけどね、この辺ご了承ください。はい、これファイターズ編でございます。こういう風にね、あの白サインカードもね、あの出てるのもねあるんですよね。中にはね、引退した選手もいればですね、他球団の方にね移ってしまったという選手もいらっしゃいます。はい、ね、こちらでございます。例えば BBM 編と、エポック編がございます。ちなみにこちらね、あのファイターズのねチアリーダーでございます。中にはこういったあのダルビッシュ選手みたいな OB もね存在しております。はい、ね、次はホークス編でございます。これ南海ホークスもねございます。大英ホークス編もねございます。でこっちからね、埼玉西武ライオンズ編でございます。で、こちらですね選手でございます。でこういったね古いね、ユニフォームのね着た選手でございます。ちなみにこれはねあの松坂選手でございます。平成の怪物と呼ばれた男でございます。ここからね、こっから辺がね、千葉ロッテマリーンズ編でございます。はい、1冊目が終わりました。次は2冊目参りたいと思います。続いて2冊目でございます。はい、千葉ロッテマリーンズのね、続きでございます。千葉ロッテマリーンズはですね、千葉ロッテオリオンズという方もございます。はい、ここからね、オリックスバファローズ編でございます。もちろんですね、阪急ブレーブス、オリックスブルーウェーブ、近鉄バファローズも、これに、ね、入っています。こういったね、柄の綺麗な、なんか水晶玉みたいなね、カードもね、ございます。はい、ね、よくできます。で、こっからね、楽天イーグルス編でございます。はい、ね、ジャイアンツ編でございます。こっからねセリーグの方に行きたいと思います。はい、ジャイアンツの方はね、実は直サインカードはない代わりにね、こういったあのちょっとね、細工したカードが多数存在しています。はい、でこっちでもね、いっぱいね、いらっしゃいます。秋広選手なんかね、こう期待にね、期待の選手でございます。もちろんね、あの令和の若大将
侍ジャパンでも活躍した岡本選手もございます。こういったね、あのチアリーダーのこれチェキ、あのもうございます。チェキって言ったらこれ写真ですかね。ちょっと詳しいことはね、あの分かんないんですけどね、こういったさっきね、こういったね、ちょっとこういう普通だったらあの紙なんですけど、こういったねプラスチックでできたカードもございます。これがだいたいね、あの直筆サインカードか、こういったさっきのねプラスチックになったカード、エスペランダと言いますけどね、ございます。でこっちからね、阪神タイガース編でございます。はい、1冊目が終わりました。次3冊目いきたいと思います。次3冊目いきたいと思います。はい、阪神タイガースの続きでございます。こういったねタイガースカードね、あのタイガーですからね、こういったカードもねかっこいいですよね。でこういったカードもねございます。で次にこの広島カープ編でございます。で先ほどねジャイアンツに戻った長野選手もねいらっしゃいます。このメタルパワーっていうのもありまして、金銀、あとはこういうプラチナとかなっていうのもねございます。これね考えるとね結構集めたなーってね思います。小さい頃からね私ね、変なものを集める癖があったんですよねってよく親からね叱られたことが今でも覚えております。でこっからね横浜 DeNA ベイスターズになります。太陽ホエールズもねここに含まれております。横浜はねじゃ結構多いんですよ。こういう写真もね、ございます。中にはねこういった同じのもね、まあ縁がいいのか悪いのか分かんないですけどね、でかぶってしまったこともねございます。ここからがねかっこいいんですよ。もう横浜ね DeNA ベイスターズファンにはねこれたまらないんじゃないかなってね思ってはいます。でこっからねヤクルトスワローズでございます。奥川選手のねあの金銀のねこの白菜カードはなかなかねすごいなってね我ながら思っております。で3冊目が終わりました。次ラストの4冊目参りたいと思います。次ラストの4冊目いきたいと思います。でヤクルトスワローズの続きでございます。ヤクルトもね結構多い方でございます。でこっからねあの中日ドラゴンズ編でございます。懐かしいね選手も立つねいらっしゃいます。で、こっからね、中日ねまだあります。でこっからねプロ野球編は終わります。ここはね、楽天のね、楽天とジャイアンツのね、
ちょっとね、選手なんでね、これ、どっちにしようかって迷ったんですけどね、ちょっとあえてね、別々にしてみました。こっからね、いろんな選手の、カードでございます。こっちがソフトボール、サッカー、女子プロレス、これが、女子プロ野球、バスケットね、BJ リーグ、サッカーでございます。鎌本邦成選手ね、懐かしい方もね、いらっしゃると思います。で、吉田沙保里選手といえばね、レスリングでございます。女優の木村多江さんの、これ始球式カードでございます。で、バレーボールの竹下さんでございます。で、フェンシングのね、江村さんと、これはタレントさんかな、立花さんと、ね、俳優の、柳葉敏郎さんでございます。こういったね、カードも実はですね、サインもございまして、そのサインのカードは、なかなかね、手に入らないんですよ。で、一度ね、前回の女性、ね、アスリートの方に、ね、ちょっとね、お見せしましたけどね、これがなかなか出ないというカードでございます。こういったソーダサリオさんという方のたまには、これハートがね、浮き出てくるやつもございます。あ、これ、やつって言ったら変ですね。浮き出るものもございます。で、これは皆川さんと、ね、八木さんでございます。で、二人のね、女性、ジョッキーでございまして、これは声優さんから、三崎さんと、ピンクデリーの増田恵子さんと、富田さんですね。で、宇垣美里さんですね。これ、ね、フリーアナウンサーでございまして、これ、エースクイーンの近藤さんでございまして、あとはね、これは、なるほど。ロコソラーレのね、選手でございます。で、最後は、同じくジョッキーのね、今度はね、今村聖奈ジョッキーのね、カードでございます。で、全部で、これは以上でございます。で、またね、最近ではですね、もうすぐですね、今度 BBM の中日ドラゴンズ編もね、やっていきたいと思います。で、横浜編もね、もうすぐ出ると思いますのでね、そこの、最低でもその、2つね、2箱ね、やっていきたいと思います。で、またお金に余裕があればね、またね、別の、ね、カードとかやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。